皆さんこんにちは、えりこです。日本語が話せる、漢字が書ける、料理ができる、この動画では動詞の可能形の作り方を説明します。ではグループ1です。読む、読める、うが、えるになります。練習しましょう。書く、書ける、泳ぐ、泳げる、話す、話せる、作る、作れる。グループ2です。食べる、食べられる、るが、られるになります。練習しましょう。起きる、起きられる、開ける、開けられる、つける、つけられる。グループ3です。する、できる、来る、来られる、2つだけです。ではグループ1、2、3を練習しましょう。待つ、待てる、買う、買える、スポーツする、スポーツできる、持ってくる、持ってこられる。どうでしたか？たくさん会話で使って覚えてくださいね。